はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やってくるテーマはこちらということで、就活生の裏垢調査するサービス使う会社。はい、なんか就活生の裏垢を調査するサービスがあるらしいんですよ。それを提供する会社があるんですって。俺も今日初めて知りました。シャレにならんよな。いや、シャレにならんっていうか、って思うわ。俺正直な話言うと、そんな会社あんのっていう感覚やよね。っていうか、そもそも論として一緒に働く同期とか、従業員とか、そんなに根掘り葉掘りは聞かないでしょ。何年か経ってとか、そういうのやったら分かるけどね、俺もね。はい。そんな、入る前やんな。入る前ってことはほぼ赤の他人状態ですよね。ちょっと分からないですね。はい。まあ、何ヶ月か経ってね、なんか話があってて、こいつなんかうさんくさいなとか言って、なんか仕事こいつなんかえらいサボってんけど、こいつなんなんとか言うんで、あったりしてっていうんで、まあ、ついつい調べたとか言って、まあっていう風なところはまああったりね。ほんで本名で見たら、本名でお前アカウントあんのかとかいう、その超人とかやったらね、まあ、話は別でしょうけどね。はい。いう感じにはなりますけどね。さすがに本名でやってて見るなっていうのはちょっとおかしいと思うんですけどね。普通は、ツイッターで本名でやるって言ったらね、もう私ぐらいですよね。はい。もう私は明白にもう言ってるんで、もうちゃんと要するに、こういうふうにやってますっていうことで、やってるんと、まあ、ひしこいて自分の印象値を下げたいっていうね。はい。イメージをもうどんどん下げたいっていう人なので、はい。いうことになります。はい。まあ、単純に言うんですけど、私、何回も言いますが、イメージ下がりますよ、こんなこと言ったらみたいなことで、攻撃したりとか、いろんな手法で来るんですけど、人の話ちゃんと聞けよっていうね、話ですね。はい。イメージが上がりすぎて、実害が出るって言ってるのに、なんでイメージ下げたらええやんっていう話になるんですかね。はい。いうことになるんですが、就活生の裏垢調査するサービスを使う、まあ、調査するサービスをやな。サービスを使う会社ですね。はい。サービスを使う会社。はい。松井先生の意見、これいきます。はい。松井先生の意見、正当な理由がないならば、就職はおろか、消費者、取引先としても使いたくありません。はい。もうこちらです。正当な理由がないならば、正当な理由って客観的に誰が見ても大体そうやねって話ね。その 90% ぐらいの人が、まあ大体これはまあ正当な理由だよねと思うし、まあ裁判所で裁判かけたとしても、まあこれは正当な理由が、あるよねっていう話ですよ。例えば銀行、ちょっとごめんなさい、正確じゃないんで、あくまで一例として、僕あんまその知識ないんでね、こんなこと言わなあかんと思うことなかったんで、はい。まあ、銀行とかそういう、そのお金扱うところの人が破産履歴がないかとかね、そういうふうなところで、要するに、調査かけますよっていうんだったら話は別だと思うんですけど、そういう、なんていうんですか、ある程度の正当な理由があった場合に関しては、これ、なんか、プライバシー侵害しちゃうけど、ええのっていうんで、もう OK なわけですね。あるの。これ、あるのはあるんですよ。例えば、要するに、社内の機密情報を扱いまくる部署に、あなたは配属されますと。で、あなたは配属されるんで、SNS とか全部ちょっと出してって言って、で、変なことやってないかっていうのは、ちょっと徹底的に確認させてもらうからっていうような話になったとかいう話ですね。それ、応募するのっていうんであれば、そうしてもらわなあかんねんけど、それの場合大丈夫かって言ったら、ああ、大丈夫ですよって言うんだったら、OK になったりするケースっていうのはあるんで、まあ、それはちょっと注意してください。だから、みそもくそも一緒に話しちゃダメよって。全部これでいけるとか思ってあかんよって話ね。はい。正当な理由がないならば、就職はおろか、消費者取引先としても使いたくないです。関わりたくないです、正直。ここまでやばいって言うんだったら、関わりたくないです、正直。そういうレベルですね。はい。むしろ私からすると、就活生の裏垢調査するサービスを使う会社の方を暴露してほしいよね。俺はもう消費者なんで、別に就活したいわけじゃないから、今。うん。就活生の裏垢調査するサービスを使う会社が平然とやってるっていうことを、そんなんを平然と使ってる会社を知りたいですよね。うん。絶対買わねえわっていう。はい。もう最低限のことしかやらねえわっていう話になりますけど、はい。ということになります。はい。で、ポイントになるんですけど、まず前提条件ちょっと言っといてください。いろんな意見の方があるんですけど、はい。頼むからあなたの意見と私の意見を一緒にしないでねって話なんです。で、私は今こう思ってますんでね。はい。松井くんは自分のプライバシーについてどうでもいいと思っているってことです。はい。で、その人間が、うん、これはやばいよねって思ってるのが私の状態です。はい。
私松井君自分のプライバシーについてどうでもいいと思っていますということです。はい、それでもこの案件に関してはやばいと思っています。はい、松井君プラ自分のプライバシーに関してということに関してなんですけども、あの家みんな知ってますよねって、あのみんな知ってます。はい、はい、みんな私の家ぐらい知ってますし、あのどこにあるかとかみんな大体知ってます。もうあの私の知ったことがあるとか知り合いとか全員大体あこの辺に住んでるみたいな、もうみんな知ってるんでプライバシーもヘチマもないんです。はい、でなんかどこのお店行ってもなんか知んないけど、あ松井だみたいな感じになるんで、この間どこどこ歩いてましたよねって言っても、ああそうでしたっけみたいな、本人が忘れてるとかねはい、ああどうもどうもみたいな、顔パスでなんか入れちゃうところが結構多いみたいな感じになってるんですね。で、YouTube 活動をやってて、視聴者からコメントいただきました。松井さん盗撮されてますよって言って、ええー、やんって、はい、松井さん盗撮されてますよって言って、はい、あの喫煙所でタバコ吸ってるシーンとか普通に撮られてましたけどはい、別にあの関係ないんで、はい、結構ですね、はい、というぐらい自分のプライバシーについてどうでもいいと思ってる感じですね。はい、喫煙所でタバコ吸ってたりシーンとか、まあ、いろんなところでなんかこうね、あの缶コーヒー買ってるシーンとか、なんかいろいろとか撮られたりとかしたりとかしますけど、あ全然興味ないんで、はい、まあ、別にどうでもいいんじゃないですかって話なんです。はい、じゃあ例えば仮にですよ、私の要するに取引先とか、取引先はないと思うけど、まあな、例えば何かやりましたと。で、松井君出会いましたって。仮に俺の住所突き止められたりとか、電話番号突き止められて、ストーカー行為されましたよって言っても、多分俺普通に、まあええやんけっていうぐらいの人です。これ実際そうです。5回ぐらいかな。今までだいたい5回ぐらいのかな、ちょっと正確な数忘れてたんですけど、まあ、5回ぐらい多分ストーカーの被害にも遭ってますね。はい、遭ってますけど、一度として警察呼んだことはないですね。はい、一度として警察呼んだことないんで、まあまあまあね、しゃあない、そんなね、まあ、あるわなっていうね、ぐらいの感覚で、まあ、終わるというまあやばい人なんですけど、はい、それでもですね、今回の件に関しては、この会社は就職しない方がいいと思うよって、まあ、選ぶところがなかったらしゃあないんだよね。選ぶところがなかったりとか、そういうのは全然あるから、あの自分の実力が足りないですとか、時期が悪かったですとか、いろんな要素があるんですけど、就活っていうのはね。はい。そういう場合は仕方ないかなっていうのは思うんですけど、まあ基本的にはまあ入らない方がいいかなという感じですね。まあバイトした方がいいかな、これ、ここのレベルの会社に入らなあかんっていうのは、もうある意味バイトの方がいいかなっていう気もするぐらいのレベルですね。はい。で、まずポイントになってくるところは3つ、今日は3つしっかりポイントですね。裏、まあ要するにこれ同意してないと多分これ個人情報取れないと思うんですよ。法律的に無理だと思うんですけど。ってことは、こういうことを言ってるはずなんですね。正確にかつ分かりやすく言ってるってことだとしたら、黙ってやってんだとしたらマジ違法になる可能性あるんで、はい。ってことは、こう聞かれてるはずなんですよね。裏垢を調査するので同意してください。っていう紙を多分渡されると思うんですよね。そのなんかこう求人のところパーって書いてて、裏垢を調査するので同意してくださいって、 OK な人はサイン入れてくださいって普通に多分書くと思うんですよ。はい、で分からないように書いてますとかいうのはそれ最悪なんで、はい、それ普通に詐欺とか普通にあのダメですよっていうんで引っかかるんで、はい、裏垢を調査するので同意してくださいって言ってイエスって言います。皆さん、俺もうこの時点で帰るわ俺この時点ですいません、同意できませんって言って、いうふうな感じで、あすいません同意しませんって言って返すか、でそれで採用試験通らなかったら俺正直良かったって思いますかね。うん、だから裏垢を調査するので同意してくださいじゃないですか。イエスって言っていいですよって言ってチェック入れてる人じゃないですか。どういうことって話になるじゃないですか。でその人たちばっかり入ってるわけですよね。裏垢持ってるか持ってないか分からないけど、裏垢調査するので同意してくださいってことに何の疑問もためらいもなくチェックを入れた社員しか集まってないんですよね。メディアリテラシーやばいことになってるでしょ。メディアリテラシーやばいことになってるでしょ。はい。で、入社する前です。何の接点もない状態です。一日も働いてない状態。ね。お金が発生しないので、こちら側も義務が発生していない状態。わかります?言ってる意味。はい。お金をもらいました。仕事をちゃんとしないといけません。で、義務が発生するね。まあ、わかる。まあ、それはそうですね。常識的に考えてそうですね。お金もらいました。何らかの義務発生します。会社に対して不利益なこととかバカすかつぶやいたらあかんよねって。まあ、わかるじゃないですか。私、実際問題、就職してる時っていうか、勤め人の頃って SNS 全くしてないんで、そんなに別に興味もなかったんで、SNS 自体にあんまり興味がなかったんで、ミクシー大学の時にたまたまちょこちょこってやってたぐらいかな。はい。
いう感じなんですけど、あれも全部削除してたんで、はい、っていう感じになるんで、まあ、もらいました、話しました、つまり分かりますね、受け取りました、話しましたっていうことになるんですか。で、何にも要するに仕事一日も働いてない状態で裏垢調査してくる会社でしょ。普通に考えて入社した後も調べてきません？こっそりと。いや、入社した時に調査するって書いてやんとか言って。やりそうじゃないですか。もうでいいですか、入社していない赤の他人のプライバシーをそんな雑に要するに調査するんですよね。客のプライバシーとしても不安なんですけど、あなたの要するに個人情報を勝手になんか利用することがありますみたいなんで、だいたいチェックするじゃないですか。なんかチェックしなきゃなんか話が前進まないとかでって結構あるじゃないですか。っていう風なことで、だから第三者に渡す可能性がありますっていう風な話になったりするじゃないですか。で、さらっと流されますっていう話になるじゃないですか。で、これ裏垢を調査するような会社が客のプライバシーなんかクソくらいって思って大体運営していると考えれば、俺妥当やと思うんですけどね。妥当やと思うんですよ。じゃあ裏垢を調査します、入社した後のプライバシーも危ないです、客のプライバシーとして守ってるかどうかも不安な会社です、やばいやろ、一刻も早く転職せなあかんやろそんな会社って思いません？一刻も早く転職せなあかんやん。いいっすか？わかります？わかります？はい。破産履歴を調べましたとかで、まだわからんではないんですけど、破産履歴、まあ載ってたりするからとか言うんで、まあわかるんですよ。ね。例えば携帯のあれで破産履歴調べますとか、そういうのはまあ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 あるよねっていう話になるけど、ね、カード会社とかだったりするね。入社した後のプライバシーは客のプライバシーも一体どんな感じで扱うのって、いいか、裏垢を調査してくる会社やろ。何回も言うけど。はい。で、皆さんも考えてほしいんですが、これ3つ目ですよ。そこの社員として働くの、万一情報流出した時めっちゃ大変やぞ、会社員として。万一情報流出した場合どうなる？で、しかもこれその裏垢の調査が 100% 完璧に正確ですやったらええよ、まだええよ。情報が流出しましたっつって、いや全部廃棄してたんちゃうんか、いやこっそりとなんか知らんけどどっかのパソコンに残ってましたって、いや全然あるよ、普通の会社でもそんなん全然あるっていう話になるんやから、いや、こんなええかげんな情報の取り方してる会社、パソコンの中になんか個人情報と紐付けてなんか、一覧表にしてやりましたっていう社員出てきても全然不思議じゃないよ、俺からしたら。はい。で、万一情報流出した時の被害が不明でしょ。だって入ってないやつですよ。だって、裏垢を調査してますって、今そこに社員としているかどうかわからないですよ。いや、別の会社行きますって言って、普通こんな会社避けると思うんで、普通に考えて、優秀なやつとか能力のあるやつは、その会社役じゃないですか。で、こいつの裏垢これですよねっていう情報が、ひょっとしたらそのままファイルとして残ってる可能性があるんですよね。で、このアカウントとこのアカウント別人やったらどうする？それが要するにネット上にフルネームから全部、要するに全部電話番号とか住所とか載ってドーって流れるんで。で、流れた時に、例えば松井健ってやつするやん。松井健太、就職何々しようとしましたっていうんで、その当時の就職の要するに書いた PR 文書とか全部ダーって流れて、かつ裏アカウントでは松井さんは要するにコスプレをしていましたとか、何々の宗教に入信していましたとか、ないこと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 紐ついて情報流出してみ、いやこれどうなるかって、これ前半部分は俺やけど後半部分は俺ちゃうぞとかなる。で、なんすかツイッターとかで後半部分は私ですよってなるんすか、極端な話。え、この情報流出に出てるんですけどって、この前半部分これ俺ちゃうぞって言ったやつがツイッター上に出てきてで、このツイッターの前半部分は俺ちゃうぞっていうやつと後半部分俺やなっていうやつが出てくるんやで、もうパニックやで、もう史上最大のあの情報流出事故やで。みずほ銀行とかそのレベルじゃなくなってくるよ、これ。そんなところに社員としていたいですか？俺こんな恐ろしいリスク背負いたくないわ。こんなリスク背負いたくないわ。で、ここの情報から流出した時に取引先として要するに個人情報入れてましたっていうところも全部紐ついてぐちゃぐちゃになる危険性も全然あるわけじゃないですか。っていう風になった時に、まあ俺やったらこうなりますよってことです。はい。
正当な理由がないならば、就職はおろか消費者取引先としても使いたくありませんって話ですね。はい。まあ、違うって人は別に、頑張って就職活動していただいて、裏垢の調査するサービス会社にどんどん入っててもらえばいいと思うし、まあ、中東で採用するっていう場合は、裏垢を調査しまくるっていうサービスを使う会社をどんどん入ってもらえればいいと思うんですけど、はい。私は、関わりたくないので、はい。まあ、もう一個言っとくと、擁護する人とも正直言うと関わりたくないです、今回に関しては。はい。松田ここの意見こうじゃないですかぐらいだったらいいですけど、これを使う会社を擁護する人と別に僕 YouTube のコメント欄でやり取りしたくないです。それはリスクじゃないですか。もし皆さんそれにこれを擁護するって言うと、あなた方も同じようなことするんですかって言って、俺のコメント欄でって、誰々の個人情報こうです、バーンとか流すんですかっていう可能性考慮するんで、うん、別に僕のところに来なくていいですよっていう風な感じの感覚で言います。まあ別に僕の悪口はいつも言ってる通り、何歩言ってもらっても構わないですけど、はい。殴られたら殴り返すんで分かってるねって話ですよね。はい。それは当然、ね、対等な関係なんでそうですよって、ファミリーでしょっていう話なんですね。はい。ということですね。よろしいでしょうか。はい。ということですね。まだね、まあここはもう学生さんが見てくれたりとか、過去学生だった人、もしくは今就活で頑張ってる人っていうのも出て、全然見てくれてるっていうような話だったりするんで、一応だけ言ってみますが、まあ、就活生の裏垢調査するサービスを使う会社に、就職しないように就職活動を頑張ってください。これから。はい。就職活動しないように。で、そういうのが見つけたら、逃げようって。で、それを要するにやるためにも、就職活動をしっかり頑張って、まあ、こういうろくでもない会社に入らないようにね、頑張ってもらえればな、というふうに私は思います。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。